東の鉄道は、かつて、栃木県那須郡西那須野町の西那須野駅から同郡、黒羽町の黒羽駅を経て、同郡小川町の那須商船駅までを結んでいた、鉄道路線及びその運営会社である。黒羽那須小川間は1939年に、西那須の黒羽間が1968年に廃止された。会社は、鉄道事業廃止後、社名を、 東の交通と改めバス専業の事業者として2018年に関東自動車と合併するまで存続した。1918年に西那須の黒羽間で開業した東の鉄道は沿線の農作物の輸送や太平洋戦争前は金丸源の陸軍飛行場の軍事物資輸送を担っていた。1924年には 闇ぞ山地の木材輸送を目的として、黒羽根から中川に沿って南下し、那須商船まで延伸されたが、昭和恐慌により、那須尾川から投進し、茨城県大井湖まで延伸する計画は放棄された。これにより黒羽那須尾川間は、存在意義を失い、さらに1938年8月の台風は、放棄川鉄橋に被害を与え、復旧費は、 経営に多大な負担をかけたため、開業からわずか15年後の1939年に廃止された。残る西那須の黒羽館も、旅客、貨物輸送量の低下や災害復旧にかかる経費の問題から、1968年に廃止された。なお、西那須の大田原館には1908年から、 ナス人車軌道が人が車両を押す人車軌道を運行しており1913年5月に東の鉄道と間で併合契約を締結していた。しかし金銭面で折り合いがつかず解約になってしまう。その後は蒸気鉄道の東の鉄道の開業による影響で1921年頃から運行を取りやめ1934年に正式に廃止となった。西ナスの駅 野木神社前駅、大高前駅、大田原駅、中田原駅、金丸、玄駅、白旗城市前駅、黒羽駅、京、玄駅、湯塚み駅、火災、自然駅、サラド駅、那須商船駅営業当時の物線土跡地のうち、西那須の駅、大田原駅付近手前までの全長約 4.2km の区画は自転車歩行者専用道路として、大田原市と西那須の町によって1985年に、 都市計画道路に決定し、同年以降段階的に整備され1990年に全線開通、ポッポ通りという名称が付けられている。ポッポ通りは、路面はアスファルト舗装で一部に、ブロックや切り石を敷き詰め、歩行者と自転車を開ける、中央分離帯には樹木が植えられ、随所にホームや蒸気機関車などをモチーフとしたモニュメントや案内板が点在し、王子にはここが、 鉄道路線であったことを伝えている。その他の区画にも、境内の一部が残っている鉄橋の跡地や、使われなくなったトンネルといった遺構を確認することができる場所も点在する。東の鉄道の西那須の駅舎跡は、現在ステーションビルとなっている場所である。野木神社前駅跡は、廃線後ホームなどのモニュメントが作られた位置ではなく、野木神社山道を挟んだハ向かいの山道西側に、 あった。ありがとうございます。